皆さん、こんにちは。宮城県図書館企画協力班の宇野良一です。この講義、著作権外説では、著作権とは何か、日本の著作権法はどのような仕組みになっているのか、図書館、学校などとどのように関わっているのか、皆さんと一緒に考えていきます。それでは、どうぞよろしくお願いします。 まず初めにご注意ですが著作権法関係のの動きは激しいものです皆さんもご存知の通り著作権保護期間が原則として著作者の没後50年から70年に延長されたり教育目的での公衆送信について権利制限の範囲が広がったりといったことは図書館や学校に大きく関わります。また 保存のための複製などのように法律の条文の改正ではなく解釈やガイドラインにより運用が変わってきたものもあります。かつては保存のために複製するなら原本を廃棄することが必須と言われていたのが文化庁の報告書によってその解釈が改められたというような例です。そして今年年令和3年も一定のの条件の下で 複写物をメール等で送信できるようになる大きな改正がありました一方改正法は成立しましたが未施行で令和3年6月現在送信できるわけではありませんこの講義は令和3年6月現在のものなので実務にあたっては参考に掲げている法令著作権情報サイトなどを参照し 最新の情報にアップデートしてください。講義はこのような形で進めていきます。動画ですので、目次をゆっくり読みたい方は。一時停止したり、P. D. F. を参照したりしてください。なお、画像は可愛いものを見ると集中力が増す。という学説に基づき、挿入しております。皆さんが集中してくださるといいのですが。 それではまずは著作権とは何か基本的なところを確認します。私たちはよく「これには著作権がある」とか「それは著作権侵害だよ」といった言い方をしますがその著作権とは何か改めて考えてみましょう。まずは日本の著作権法の条文を見てみることにしましょう。 著作権法第1条ではこの法律は著作物並びに実演レコード放送及び優先放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定めこれらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利の保護を図りもって文化の発展に寄与することを目的とすると謳われています。 著作者の権利の保護と著作物の公正な利用が文化の発展に寄与するという大きな目的が掲げられています。よって、著作権とは著作物に関する著作者の権利であるとまずはまとめることができます。とはいえ、これだけでは著作物とはどういうものなのか、権利とは どういうことができるのかまだ見えてきませんもう少し具体化するために次に進みましょう著作物とは何か見てみましょう著作物とは思想または感情を創作的に表現したものであって文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものを言う 定義されていま,すまた第10条を見るとこのように小説論文音楽映画など私たちが図書館員としてあるいは日常生活をする中で日々接しているものが挙げられています。私たちの身の回りには著作物があふれているということができます。 著作物の定義についてもう少し掘り下げてみましょうまず思想または感情をという部分ですがその人の考えたこと著作者の頭の中から出てきたことと言い換えることができますその人独自の考えが著作物として現れるわけです単なる事実やデータは著作物としては見なされません例えば ある国の人口や面積国民総生産などは調べるのに大きな労力が必要でしょうが誰かの頭の中から出てきたわけではなく事実としてそうなので著作物としては見なされません。額に汗は保護されないといった言い方もします一方で調べた人口をもとに何か新しい学説を発表したりすればその発表は著作物となります。 次に創作的にという部分ですがその人なりのやり方でくらいに捉えておくとよいでしょう。芸術家の高度な創作だけが著作物というわけではなく子どもの絵や作文も立派な著作物です。一方で高度な技術に基づいていてもモナリザを忠実に模写したというような場合には新しい創作性を加えていないのでその模写は 著作物とは見なされませんモナリザという著作物の単なる複製です。もちろん、モナリザそのものは保護される期間は終わっていますが、それはさておき、創作性のある著作物です。また、こんにちはというようなありふれた挨拶や、雪国というようなごく短い表現は著作物とは見なされません。私が こんにちはと言ったので明日から誰かがこんにちはと言ったらみんな著作権侵害であるなどと言い出しては大変ですから最後に表現したという部分ですが小説や音楽絵画など形をとった表現が著作物として保護されますまだ形になっていないアイデアそのものは著作物としては保護されません 先日図書館館貸し出しで猫のホームズという自動車を見かけましたが賢い猫が事件を解決するというのはアイデアでありベストセラーのみけ猫ホームズと被っていても大丈夫ということですまた猫とかホームズというフレーズは短くこれも著作物とはなりませんもちろん猫が引き起こすストーリーやセリフといった表現 つまり著作物はそれぞれ異なっていますさて私たちの身の回りには著作物があふれていることがわかりました小説や音楽私たちの撮った写真子どもの作文までさまざまなものですではこうした著作物について小説を書いた作家や写真を撮った私作文を書いたあなたのお子さん すなわち著作者はどういう権利を持っているのでしょうか第17条には著作者は18条から28条までに書かれた権利を持っているよと書かれています具体的に見てみると公表する権利複製する権利本願する権利などですそれぞれの権利については後でもう少し詳しく見ていきます 権利があるわけですから例えば素直に自分で複製することも当然可能ですが自分で大量に印刷できる機会を持っている人はあまりいませんこうした権利はむしろ自分以外に自分の作品を複製することを許可できるあるいは嫌なら複製しないでくれと静止できるそうした権利としても使われます著作権とは 自分の著作物の使われ方をコントロールする権利であるということができます。また同じ第17条の第2項には著作権は何もしなくても得られるものだよと書かれています。無方式主義とも言いますですので私のこんな落書きも書いた時点で 著作物ととして保護されることになります別にこんな絵を文化庁に届けたり何もしてませんがだからといって無断複製したりしてはいけませんまた公表されていない著作物も創作された時点で権利が発生しています権利の中には公表する権利言葉を変えれば公表するかしないか作者がコントロールする権利もありますので 他人が勝手に公開してはいけませんちなみに指針つまり誰かに送られた手紙の場合紙というものの所有権は送られた人が持っているかもしれませんが書かれた内容の著作権は書いた人にあります送られた人にあるわけではありませんですから内容を公開するかどうかコントロールできるのは書いた人となります ここまままでをまとめてみましょう著作権とはその人の考えたことをその人なりのやり方で小説音楽絵画などとして表した表現について表現の使われ方をコントロールできることでした手続きは不要なので世の中には無数の著作物がありますそして図書館は なな表現を伝える資資料料図書や雑誌視聴覚資料などを持っていますですから業務にあたっては著作権について理解することが必要だと言えるでしょう。ここまで著作権とは著作者が著作物の使われ方をコントロールする権利だということを見てきました。 では、具体的にどんなコントロールができるのか、権利の中身を見ていきましょう。権利の束と言われることもあるように、さまざまな権利、すなわち、コントロールする能力が含まれます。著作権は、大きく、著作者人格権と著作財産権に分けられます。まず、著作者人格権とは、 著作者のの尊厳を守るものです秘密にしておきたい著作物を勝手に公開されたり自分の作品を勝手に書き換えられたりしたら著作者の人格が傷つけられてしまいますですからそうした公開や書き換えは著作者に専属する権利つまり作者がコントロールできる行為となっています。他の人が勝手にしてはいいけないよ ということですこちらの行為は著作者の尊厳を守るものなので人に譲ることは想定されていませんし著作者が亡くなれれば相続もされませんただ著作者の死後も生きているとしたら侵害になるような行為をしてはいけないとも定められています。ですので亡くなった瞬間からその人の指針を公開しても問題ないというわけではありません。 一方著著著作作作財産権競技の著作権のののとは著作者の利益を守るものです著作権の中にもう一度著作権という言葉が入っていて少々紛らわしいのでここでは著作財産権と呼ぶことにします長い年月をかけて傑作を書いたのに勝手にコピーされてばらまかれたり誰か知らない人に映画化されてしまったりしては 書いた人の利益が失われてしまいますですからこうしたコピーや映画化も著作者に専属する権利つまり作者がコントロールできる行為となっています他人が勝手にしてはいけませんこちらは財産なので他人に許可したり権利そのものを譲り渡したりすることも可能です著作者が亡くなった後も存続し お金や不動産と同じく継承されますがさすがに無限に続くわけではなく一定の保護期間の後に消失しますまず著作者人格権から見ていきましょう具体的な条文はさすがに読みませんので動画を一時停止したり pdf を見たりしてください著作者人格権には3つの権利が含まれます まず最初に挙げられているのが第18条公表権です。著作物を公表するかどうかコントロールする権利です。もちろん秘密にしておきたいのであれば秘密にしておくようにコントロールできます。次に挙げられているのが第19条指名表示権です。これは自分の作品ですと名前を表示すること。 好きなペンネームを使うこと逆に名前を示さず匿名でいることもできます当然ですが他の人が私の作品だと嘘をつくことを禁止する意味もあります最後に挙げられているのが第20条同一性保持権です作品の内容を勝手に書き換えられたりしないよう作者がコントロールする権利です 悲しい終わり方の作品を勝手にハッピーエンドに変えられたら、仮にそれで作品の売れ行きが増したとしても、著作者の人格が傷つけられてしまいます。そのため、財産ではなく人格を守る著作者人格編の一つとなっています。なお、川端康成が雪国というタイトルを使ったから、他の人は誰も雪国という言葉を含むタイトルを使えない。では困ってしまいますので、 1で見たようにタイトルは著作物と見なされないことが多いですがタイトルを勝手に変えられたらもちろん尊厳が傷つけられますですので著作物性に関わらず第号も同一性保持権の対象とされていますコラムは最初に説明した作者が亡くなった後の著作者人格権に関する条文です条文を確認しておいてください 著者の没後に手紙を公開したら遺族、つまり著作者人格権は継承していないわけですが、遺族に訴訟された例もあります。次に著作財産権について見ていきましょう。まずは複製に関する権利です。第21条複製権が該当します。一般的な印象とは少々異なり、 著作物として保護されるのは例えば小説であればセリフやストーリーとして表現されるお話そのものです。自筆やワープロ書きの原稿としてまず固定された著作物を本という印刷物として複製した複製物が私たちの手元に届く本だということになります。そう考えると複製をコントロールできることが 著作者の財産的利益に大きな役割を果たすことが理解できます出版社などが通常お金を払ってこの権利を譲り受けたり許可してもらったりすることで著作者は利益を得る出版社は本を作れるようになるというわけですまたこの権利は出版する時のように全体を複製することだけではなく一部分だけを 複製すすることもコントロールしますですから私たちが図書館やコンビニで本の1ページをコピーすることも本来複製権でコントロールされています。ではどうしてコンビニでコピーしても権利者に怒られないのかということはこの講義の最後や講義2で「権利の制限」として説明します。 二次的著作物例えば英語の小説を日本語に翻訳したものを複製する場合翻訳した人のコントロールだけでなく英語の小説を書いた人のコントロールも及ぶよという条文ですこれから見ていく他の権利についても同様ですここでまとめている著作財産権は公衆への提示に関する権利です 著作物の種類によって演劇や音楽なら上演演奏すること映画なら上映すること小説や論文なら読み上げること絵や写真なら展示することとなりますがいずれも多くの人に見せることをコントロールできると考えればよいでしょうインターネットやファックスで送信することもコントロールできます 例えば音楽であれば音楽の著作物となるのは音の工程やリズムとして表現される音楽そのものですそれを楽譜として複製することもですが演奏することもコントロールできるわけです名曲を作れば作った人の許可をもらって演奏する人が増えるというような形で財産的利益を左右しますなお 著作権法では講習とは不特定または特定多数の人たちと定義されています一度には1人を対象としていても不特定の何人もが同じサービスを受ける可能性があったり学校のようにメンバーが固定されていても多数のメンバーがいたりすれば講習に提示する行為とみなされ上演権などそれぞれの権利で コントロールされます図書館などでも音楽をスピーカーで流すことは館内の多数の人が聴きますから公に演奏することとなり演奏権が働くことは分かりやすいと思いますしかしヘッドホンで音楽を聴くサービスを提供することも一度には一人が対象ですが住民すべてが同じサービスを受けられるため 結果として多くの人が聞く可能性がありますそのためこちらも講習への提示となり演奏権が働きますではどうして図書館で音楽を流すたびに作曲家がやってきてお金を取ったりしないのかについてはこの講義の最後や講義2で扱う権利制限を確認してください簡単に触れておくと非営利無償であれば 演奏権・演奏をコントロールする権利が働かない場合があるということです。学校の文化祭で演劇を上演することも「特定」ですが「多数」の人が見るため講習への送信となり本来は上演権が働きます。こちらも教育目的での利用の場合コントロールを制限する決まりにより可能となりますが。 また本のコピーをファックスや電子メールで送信することも一度には1人に送るとしても多くの住民に同じサービスを提供する可能性がありますそのためこれもまた公衆送信となり権利者にコントロールされますコピーについては図書館で行う場合コントロールを制限する規定がありますが 公衆送信へのコントロールは制限されませんその結果原則通り権利を持っている人に許可してもらわなければファックスや電子メールで送信することはできませんでしたしかし新型コロナウイルス感染症の影響で来館しづらいなどの理由もあり令和3年保証金を払うなど 一定の条件の下で公衆送信へのコントロールも制限される改正法が成立しましたただし未施行なので令和3年6月現在すぐに送信できるわけではありません詳細は講義4をご覧ください次にまとめてあるのは著作物の複製物の使い方をコントロールする権利です 詳しくは条文を読んでもらいたいのですが DVD やビデオを売ったり貸したりすることをコントロールする権利本や音楽 CD など売ることをコントロールする権利本や音楽 CD を貸すことをコントロールする権利の3つがあります。売り買いは一度正当に行った後はコントロールされないとあるので良いですが貸すこともコントロールできるとなると 図書館は本を貸すたびに作者に貸してよいか聞かなければいけないのでしょうかそんなことはなくこれもコントロールを制限する規定によって図書館で本を貸すことはできます。が本を持っているから自由に人に貸せるというわけではなくあくまでも本来作者が持っている権利を制限する決まりによって図書館サービスが可能になっている。 そういう構造を理解しましょう。最後に見る著作財産権は、二次的利利用に関すする権利です日本語の小説を英語にしたり、逆に英語の小説を日本語にしたり、小説を映画や漫画にしたり、ポップミュージックをもとに合唱曲を作ったりといったことがあります。こうしたことも著作者の権利。 コントロールできることですので無断では行えません名作を映画化する権利を得るためにいくら支払ったというようなニュースを見聞きしたことはないでしょうかそんなわけでこれも著作者の財産に関わる権利であることが理解できますコラムは複製のところでも一度説明しましたが こうして生み出された二次的著作物をさらに利用する場合大元の著作者の権利も働くよということです例えば図書館戦争という小説をもとにアニメや実写の映画が撮影されましたアニメや実写映画はこの場合二次的著作物ですさてここでアニメをもとにフィギュアを作ろうと思ったら アニメの著作者だけでなく小説の作者にも許可を取る必要があるそういうルールです一方実写映画の許可はこの場合特に必要ありません以上が著作権の中身著作者人格権と著作財産権でしたさて著作者人格権は一新専属ですが著作財産権は 財産というくらいなのでつどつど許可をするだけではなく権利そのものを譲り渡したり亡くなった後は遺族に相続させたりすることが可能です。そのため最初は著作者作品を作った人が全ての権利を持っていますが私たちが作品に接する時にはすでに別の人が権利を持っている場合があります。 小説を印刷するのは複製権ですが複製権を作者が持ったまま出版社に都度都度許可してあげているのか出版社に権利そのものを渡しているのか場合によって違いますそして後者だった場合私たちがコピーさせてくださいと頼む相手は今権利を持っている出版社だということになります著作者と著作権者 一文字違いで紛らわしいですし最初は確かに著作者イコール著作権者ですが権利は譲り渡したり受け継がれたりする可能性があることに注意しましょうそうなると著作者と著作権者は別の人になります例えば図書館の広報映像があるといいなと思って外部業者に依頼したとしますその場合 最初の著作権者つまり映像の使われ方をコントロールできる人は著作者つまり作った人である外部業者です何もしなくても著作権は自動的に発生する無方式主義なのでした外部業者のその権利をどうするかは不動産や車のようなものを誰が所有するかと同じように契約で定められます ですから DVD を作るつまり複製することを業者に都度都度許可してもらうのか複製権だけを図書館に譲ってもらい DVD を自由に作れるようにするのか他の権利も含めて著作財産権を丸ごと図書館に譲ってもらうのかよく考えることが必要です車を借りるのともらうのでは金額が違うように 権利をどどううするるかでで契約の額なども変わってくるでしょうしかし複製権を譲り受けただけでは別のことをコントロールする権利はまだ業者が持っていますので映像をインターネットにアップしたり映像を漫画化したりすることはできません。著作権が権利の束いろいろな権利の集合であることを理解して契約することが大切です。 なお職務上を作成し法人名義で公表される著作物は基本的に法人著作となります広報映像を図書館職員が内製すれば著作者は職員 A さんではなく図書館になりますその結果著作権者も最初から図書館となるので各種の権利を初めから持っていることになりますそうなれば いいいろろな使い方ができますまた外部業者の場合もストーリーを作った従業員 B さんカメラを回した C さんなどなどと交渉する必要はなく業者という法人と契約すれば大丈夫です。ここまで著作権に含まれるいろいろな権利について見てきました。その中で何度か 著作物は形のあるものとは異なるという言葉がありました図書館の本は著作物そのものではなく言語の著作物の複製物であるなどです少しわかりづらい概念なのでここで具体例をもとにもう少し考えてみましょう形あるものの所有権と表現の著作権が違うそのわかりづらさのせいで苦労した 明治時代の人が出てきますこの写真の人物は誰かお分かりでしょうかそう福沢諭吉ですねちなみに後で見ますがこの写真の著作権保護期間は満了しているのでこうやって掲示しても大丈夫ですさて福沢は学問の勧めや西洋事情 といった本を出版し当時ベストセラーとなりましたがそうなるとただ乗りしようとする人が現れてしまうのも世の常です盗んで人儲けとかですが本を盗んで売ろうとしたらこれが犯罪なのは明らかですし江戸時代や明治時代の法律でも十分取り締まることができました 江戸時代は重量を盗めば死刑になったとも言われているので、福沢もちょっとかわいそうに思ったかもしれません。が、こちらはどうでしょうか。一冊普通に買って、それを元に1万冊海賊版を複製するようなケースです。本来の本は減っていないので、盗み、つまり所有権の侵害としては取り締まれません。 著作権法で言えば著作財産権のうち複製権を侵害しているわけですが当時そうした法律は確立していませんでした。というわけで実際当時福沢も手を焼いています。福沢の訴えなどもあり日本にも紙の本というものに対する所有権とは別に著作物に対する著作権を定めた。 法律が制定されることになりました。出版条例や版権条例を経て、明治32年に旧著作権法が成立しました。また、こちらはどうでしょう。軍医としては森林太郎、文士としては森鴎外ですね。現代では文豪として知られていますが。 軍医としても軍医総監になったほどの人物ですそこでこの小説を書いている森鴻外は実は森林太郎なんだよと言った方が本が売れるのではないかなと思った人がいたとしますしかし店頭の本に森林太郎と落書きしたらただの嫌がらせですし店の本を傷つけたので損害を与えています これなら器物損壊か何かで警察がすぐ捕まえてくれるでしょうですが出版社があらかじめ本の名前を変えてしまったらどうでしょうかなんかこんな帯までつけて。場合によっては森外と書いた時より売れてしまうかもしれません。そうなると財産的な損害はないですが森さんは 活動する場に応じて名前を使い分けたいと考えていたのでその尊厳が傷つけられてしまいますそうしたことをしてはいけないと定めているのも著作権著作者人格権ですこうした事例からより一般的に見ると以下のようなことが言えます私たちが本を買ったら 紙の本という有体物の所有権は得られますですので本棚に並べたり旅行に持って行ったり場合によっては捨てたりすることはできます紙の本というものは自由に扱えます一方で紙の本に固定されている著作物という無体物の著作権は得られません 小説ならセリフやストーリーという言語の著作物については私たちが自由に扱えるわけではありません。ですから本の文章や写真を勝手にインターネットにアップしたり当たり前ですが自分の作品だと言って別の出版社に持ち込んだりこんなことはできません。著作物についての権利を規定しているのはこの著作権法であり 権利を持っているのは著作権者ですなお先ほど見たように譲り渡せるので著作者とは限りませんが図書館でも話は同じです購入したり譲り受けたりして物としての資料は図書館に所有権がありますが資料に含まれる表現や情報著作物の権利はあくまで 著作権者にあります大げさに言えば1冊買って1万冊の海賊版を作るそんなことにならないよう著作者の利益と利用者の利益のバランスを取ることが大切です最初に著作物とは何か見ましたがここではもう少しいろいろな種類の著作物を見てみましょう。また 著作物でないものについても確認しますさらに保護期間、著作権がいつまで守られるのかについても確認しましょうここに掲げてあるのは一度見ましたがいわば普通の著作物です自分独自の考えを表現したものが著作物となるのでした小説や映画・音楽など 様々なものがありますなおこれらは条文にもあるとおり例であってこれだけが著作物だという縛りではありません漫画なども絵で表される美術の著作物としての性質とセリフなどで表される言語の著作物としての性質があり一つには収まらないですね次に見るのは二次的著作物です 著作者の権利の中に著作物を別の形にする小説を映画にしたり翻訳したりする権利があることを見ましたその権利によってまたはコントロールなどで著作者が他の誰かにそれを許可したりすることで生み出されるものがこの二次的著作物です翻訳や映画化は単に複製することとは違い 元の作作品に新しいい創作性を加えていますそのため作り出されたものは複製物ではなく新しい著作物として保護されますもちろん別の形にして良いですまたはダメですとコントロールするのは著作者の権利なので作成には許諾が必要ですまた二次的著作物をさらに使う場合には 元の著作者の許諾も必要だということを確認しました一方で新しい創作性を加えているので二次的著作物そのものにも新しい権利があります元の著作者だけの意向で好き勝手に使えるわけではありません次に見るのは編集著作物です著作権法第12条に その素材の選択または配列によって創作性を有するものは著作物として保護するとありますこれだけだとちょっと何を言っているかわかりませんが例えば新聞や雑誌など身近なものも編集著作物です新聞や雑誌は一つ一つの記事の内容にも創作性がありますがどの記事を一面に持ってくるかどのくらいの大きさにするか といった編集にも工夫が凝らされていますそのため一つ一つの記事の権利と合わせて新聞や雑誌全体も編集著作物としての権利を持ちます新聞や雑誌であれば一つ一つの記事も著作物ですが例えば平安時代名作集などであれば一つ一つの要素は著作者がなくなって 何百年と経過しているのですでに保護期間が終わっていますこうした場合でもどの作品を名作とみなすかどういう順番で並べるかそういったことに編集した人の創作性が現れるので名作集全体は編集著作物として保護されますさらに職業別電話帳や薬のデータ集などであれば 単なる事実やデータは著作物で,はありませんですがこの場合も例えばお酒もお米を売っている店を何に分類するかとかどの薬が重要なのかといった配列には創作性がありますので全体は編集著作物として保護されます。なお編集著作物の権利はあくまでも創作性のある 選択や配列を利用する際に働きます雑誌をその記事の並び方のままコピーするそんな場合ですね一方で選択や配列ではなく要素の一つだけを利用する場合にはその要素の権利だけが関係します短編小説集の一つの作品を漫画にしたいそんなことを考えた場合は選んだ人は置いておいて その小説を書いた人の権利だけが関係しますデータベースの著作物は編集著作物と似ています条文も第12条の2ですね情報の選択または体系的な構成によって創作性を有するものとされています編集著作物と似ていますがどこが違うかというと 最初から一面にはこの記事二面にはあの記事と決まっているわけではなく検索語などによって出力される結果が変わってきますその作り体系的な構成がデータベースの著作物として保護されるわけです新聞記事データベースのように一つ一つの要素も著作物である場合や株価のデータベースのように要素は著作物でない場合がありますが いずれも全体はデータベースの著作物として保護されますなおこちらもデータベースの著作物の権利はあくまでも創作性のある選択や体系を利用する場合に働きますやるかわかりませんけどデータベースを丸ごとコピーするというような場合ですね選択や体系ではなく要素の一つだけを利用する場合にはやはり その要素の権利のみが関係しますある企業のある日の株価をデータベースで調べて自分の本に載せたいこんな場合には株価そのものに著作権はないのでデータベースの著作物性に関わらず可能です著作隣接権についても少し見ておきましょう時折著作権者などということがあってなどとは何だろう その「など」というのがこの著作隣接権のことです音楽の著作物は楽譜によって表される音階やリズム演劇の著作物は台本によって示されるセリフや展開でありそれを歌や演劇にする人たちは実演家と呼ばれます。例えばベートーベンの「大工のように。 すでに著作権保護期間の満了した音楽の著作物であってもそれを現代の人たちが演奏すればこの実演家の権利が発生しますですので大工の著作権は切れているので実演は好きに複製していいそんなことにはなりませんただそのように著作権そのものと違う新しい権利が発生しますが働き方は 著作権と類似しています実演もまた勝手に複製してはいけないとかそういった形です。ですので今回はこういうものもあるという紹介程度にとどめておきます。一方何度か見ていますが著作物ではないものもあります。単なる事実やデータありふれた表現や非常に短いフレーズ 人名など原作品に忠実な撮影や復刻版などです例えばこんなものはちょっと著作物とは見なせないでしょうこう書いたからといって他の人が誰も著作権を大切にという言葉を口にできなくなってしまっては困ってしまいます一方こうしたものは上手かどうかはともかく独自の表現なので 著著作作物物と言えます憲法や法や律は著作物でしょうか例えば国立国会図書館法なら「真理が我らを自由にするという確信に立って憲法の制約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として制定された」と書かれてあるようにこういったものは思想を創作的に表現しています。そのため 憲法や法律も立派な著作物ででですすがが一方で広く国民に知られることが何より大切です法律を勝手にコピーしてはいけないというような決まりになっていては困ってしまいますそこで第13条で著作物ではあるが権利の目的とはしないそういうものが定められています大雑把に言えば一が立法 2がが行政3が司法にあたりますす4はそれらの翻訳ですただし目的とならないのは公的機関が翻訳したもののみであり個人や民間企業が翻訳編集したものは二次的著作物として保護されます。また外国の著作物についてはどうでしょうか 動画を一時停止するなどして、条文を見てみると分かりますが、日本人が日本で発行したもの、まあこれは当然ですが、日本人が外国で発行したもの、外国の人が日本で発行したもの、いずれも日本国内では日本の著作権法に沿った保護を受けます。さらに、外国の人が外国で発行したものも、 多くは保護されますただし一部の国は条約を結んでいなかったり国交がなかったりするためそうした国の人がその国で発行した著作物を日本に持ってきた場合ちょっと著作権法上は保護されない全文コピーしたりしてもよいということになりますさて著作財産権は譲渡したり相続したりできますが いつからいつまで続くのでしょうかまず権利は創作された時に始まります何もしなくても得られる無法式主義でしたそして基本的には著作者の没後70年間存続します著作権者の没後ではありませんよそれだと譲り渡していけば無限に続いてしまいます また、匿名で公表したもの、団体著作物などは公表後70年です。映画の著作物も創作に多くの人が関わっていて、その中の最後の人の没後というのでは把握しきれませんので、公表後70年となっています。いずれも計算は翌年1月1日からです。でですので 作者が何月何日に亡くなったかとか映画が何月何日に公開されたかそういうことを把握する必要はありませんそして一度保護期間が満了した著作物は法改正があっても保護は復活しませんそうでないと保護が切れている間に複製したものをまた捨てなければいけないのかなど混乱が生じるため 法的安定性のためです例えば先ほど70年と言いましたが2017年以前は著作権の保護期間は原則著作者の没後50年でした。そのため1965年没の作家例えば谷崎潤一郎などですがこうした作家の小説は2016年1月1日に権利が消滅しています。 2020年現在の没後70年で計算すれば谷崎の小説は2035年末まで権利が存続する計算になりますが一度消滅したのでもう復活しません。また旧著作権法では写真の著作物は発行後10年が保護期間でした。そのため 1956年以前に公表された写真は権利が消滅しています今は他の著作物と同じく著作者の没後70年ですが1990年没の写真家土門健などですが1950年に公表した写真は権利が消滅している1985年などに公表した写真は権利が存続している そんなことも発生しますなお第二次大戦中日本は他国の著作物を保護していなかったのではないかという理由により外国の著作物の保護期間を計算する場合その期間をカウントしないつまり通常よりり長い期期間間が保護期間となりますただこうした海外の著作物も図書館資料として受け入れる場合多くは 日本語に翻訳されたものでその場合は翻訳された二次的著作物として保護期間が新しく発生するのであまりオリジナルの保護期間を図書館で意識することはないかもしれません深く学びたい方は参考文献に掲げた資料など参照してください図書館での貸し出しなど本来は権利者にコントロールされるはずなのに なぜか行えていることがありますその理由がこの著作権の制限なのでここから少し見ていきましょう世の中には様々な著作物がありそれらには様々な権利つまり著作権者が使い方をコントロールする能力が定められています権利を持っている著作権者以外が使う場合基本的には 許諾が必要ですそれだけだと図書館は資料を持っていても何も自由には使えないように思えてしまいます。がさすがにそうしたことはなく権利を制限する規定つまりコントロールを受けない場合も法律に定められています。第1条にも権利の保護と同時に文化的所産の 公正な利用に留意しつつと書かれていました制限規定にはこのようなものがあります権利もいろいろありましたが制限規定もいろいろありますざっくり言うと個人的な利用ならあまり著作者に大きな害を与えないんじゃないの教育や学習は大切だよね福祉も大切だね 今ある著作物も過去の表現の上に成り立っているから新しい表現を作り出すためにはある程度今ある著作物を使えないと困るよねみんなのためになる裁判や立法行政のために使うことがあるよものの持ち主はある程度自由に使えないと困ります著作物という表現を楽しむわけではなく データとして処理する場合はいいんじゃないかなおまけでついてくるのまで取り締まるのはどうだろうといった感じです全部やっても図書館に関係ないものもあるので図書館サービスに関係するものを中心に講義にでもう少し詳しく見ていきましょうなお時事の報道は表現だけじゃなく公益にも関わるだろうとか 重複はありますので、分け方は私のオリジナルです。別にこの分け方で何かが決まるわけではありません。一方、講義2ではあまり触れないので、今のうちに説明しておきますが、権利者の許諾を受けたり、権利そのものを譲り受けたりすれば、制限規定の範囲とは異なるサービスが当然可能です。例えば、 新聞記事データベースは記事もデータベースも著作物ですがその権利を持っている会社と以下のような契約をしたとします見出しはこのくらい印刷つまり複製できます記事はこのくらい印刷つまり複製できます何回まで複製できますそんな約束ですこれらは 権利制限でででで可可能にななってていいるるわけではなく契約で許可されているので行えます逆に言うと、権利制限規定には該当せず、著作権者にコントロールされている状態です。インターネット上で素材を配布しているサイトからイラスト、つまり美術の著作物を利用させてもらうこともあります。そうした場合も 無料で公開してていいるから著作権ななんて関係ないというわけではなく著作権は無方式で発生しますから規約を確認しなければいけません以下のような決まりであれば使い方をコントロールするのは著作権者の権利なのでその指定する使い方で使わせてもらいましょうさてここまで。 著作権とは何か見てきました著作権とはその人の考えたことをその人なりのやり方で小説音楽絵画などとして表した表現について表現の使われ方をコントロールする権利でした著作権法はその著作者等の権利と公正な利用の バランスを保つためにあります図書館の保有する資料には多くの著作物情報が含まれています図書館は資料の所有権を持っていても著作物の著作権を持っているわけではありませんですから著作権についてよく理解して業務を行わなければいけません 権利と制限だけではなく、まずは著作権法の理念を把握して、利用者の困ったが納得になるように著作権法を理解して使いこなしていきましょう。これで講義1著作権概説を終わります。一緒に考えを深めていただき、どうもありがとうございました。